いいね、やっぱり夫人はこうでなきゃ。でもよ、俺だってスワープしたんだ。元明、きっと寂しかったんだろうな。親父さんもおふくろさんも死んで、あいつは一人ぼっち。この町に戻って、団地の仲間に。特にお前に会いたかったんじゃねえか。昔のように、かまってほしかったんだろうな。ほら立てや。無事よ。このままじゃこれに疲れそうだね。つけっぱのテレビとなんとなく。もっと来いよ、アキラ。